どうも田中一郎です。私ですね、まあ長いことと言いますか、まあ三十数年ギターを弾いております。まあ、長くないですね、これからですね。でですね、最近はインストルメンタルね、ギターインストの曲もやっておりますが、大半は歌物、横にボーカリストがいたり、僕自身が歌ったりというですね、ボーカルが入った曲をやっております。そこでですね、実際コンサート、ライブ、そして CD っていうかレコーディングですね、考えてみるとソロとバッキングの割合と申すのはほとんどがバッキングじゃないかと。もちろん印象に残るソロね、イントロのリフとかありますけども、もしかしてギタリストが弾く時間的なパーセンテージは本当に 80% 以上がバッキングではないかだと。逆に言うと、ロックンロールミュージックのグルーヴを担うにはそのバッキングが本当に大きく影響しているのはないかなと思うわけで、このビデオはですね、そのバッキングを中心にお送りしていきます。ぜひとも一緒に楽しんでください。はい、まずはですね、ごくシンプルなバッキング。まずね、バッキングと聞くとコードっていうのが浮かびますよね。初めてコードって聞いた時、本当に何だろうって思う方ももちろんいらっしゃったと思うんですけど、まあ和音です。例えば、まあ小学校の頃になるドミソの和音ですね。ギターでは C というコードがドミソを基調としてます。でもまあギターを使ったね、ロックミュージックの場合 A、 このコードを使うのが多いですね。ですから、まあ、A のコードは A と C シャープと E の3つがこうなるわけですけども、それで普通に6本全部弾いたのがありますけども、例えばその中でも低音だけを重視するとこういったふうに普通に8分音符を弾いたり、裏側にアクセントを持っていったり、表に持っていったり、アクセントがあるわけですね。でこれをベターっと弾くもあるし、その所々にアクセントいろいろもあるし、ただとにかく、まずは進めていきたい8ビートという意味からしますと、8分音符のどこにアクセントをつけるか、これでまず一つの展開が誕生いたします。はい、そしてですね、今ちょっと触れましたように、低音源を中心にねやるっていう、まあ、5、6弦が中心になるわけですけども、例えばさっきやったアクセントがあるのと同じように休符だって大事なんですよね。普通にこうやってやってる中でね、例えば3、4、これは例えば1番の頭じゃなくて2番に出るとかね、1番はずっとこうやってやっといて、それが2番になった時はこういうふうに休むだけでも逆にバッキングになると。片や低音一人のギターがそうやるとしたら逆に高音もありますよね。え、3人1人いない、あ、ギター1人しかない、じゃあ両方やりましょうで。にね、両方やったりするんですけど、これはね一人で両方やる場合と、手分けして二人でやる場合と、それはそれぞれね面白いノリが醸し出されますので、録音なんかで一人両方やるもいいし、一人なんだけど、手分けしてやるもいいかなと思います。とにかく低音を刻むにあたってですね、休む、これが意外にねいいんですね。例えばさっきのようなガン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 っていうのもありますけど、2番になってこういう休みがあるわけですね。低音ボトムを使った中で、こういう休符の入れ方、これも一つのお味になります。さらに低音のリフは続きます。こんなリフをね聞いたことないですかね。というわけでですね、低音のルートとね5度の他に、2つ音を足されるわけですね。これなんですけどね、6と7の音です。6ってなんじゃっていう話ですよ。6番目ですね。7番目、
メジャーセブンスですとなりますけど、セブンスは半音下のですね。それをあるわけですね。最初はね、なかなかこう小指が広がるのは辛いかもしれませんけども、できるならばこの A のコードを押さえたままできる方が理想です。まあ実際出る音としては低音弦しか弾いてないわけですから、この5、6弦と例えば D に行った時は4弦と5弦をね押さえれば十分なんですけど、でもやっぱりちょっとこう離しててマイナーな音が出るとすごい悲しくなっちゃいますからね。やっぱり基本的には A7 を押さえたまま、 D の場合はね、D のナインスもありますから大丈夫ありますけどね。こうやってこれ入れる6の場所によってもかなり雰囲気変わります。それからそしてありますね。逆に今度下に下がるっていう方法もありまして、さっきのセブンス、これのオクターブ下、ここですね、下の G の音になります。でこれをなんか単音になるとね、悪くはないですけどちょっとパワー感に欠けますからね。やっぱり5弦も足して、そしたら人差し指でこうはいきにくいですから、最初から小指と中指で用意しておいてですね、こういったのをですね、ロックンロールの12小節のマリコードの2周目にね入れるとかやったらどうかなと。なかなか最初はなんていうんですかね、コードのフォームのまま小指を伸ばすとか、まあもちろん6、7に限らずいろんなねテンションがあるわけですけども、なかなか広がらないです。でもまあこれは慣れというか訓練ね。例えば僕らでもやっぱり F でという時にやっぱこの辺は崩れてしまいます。でもまあしょうがないですもんね。昔ジョン・レノンがですね、この楽勝に F でこうセブンス出してるの見てすげえなーと思ったら、リッケンバッカーのショートスケールだったって非常にムカつくね逸話があるんですけども、まあそうやって昔角田弘さんって方が、ご存命ですけどね、彼が一生懸命のレコード聴いてうわーってコピーして、よくライブ見に行ったらツーバスだったっていうね、そんなトンジンガーなことがよく僕らもあるんですけど、ジョン・レノンのショートスケールも結構ね騙された一つです。そんな折にですね、僕はこの G と G、5弦、6弦でオクターブを出せると隠し芸で共に進む5、6弦のリフです。さらにさらに続く低音ですけどね、実は私の得意技というか大好きな部分を次はお送りします。さっきからコード A でずっとやってますけど、ギターってせっかくねこう6本弦が張ってあって開放弦を使わない手はないだろうとありました。例えば A でしたらローコードの A ありますよね。基本的に響きはほとんど変わりませんけど、僕にとってのこのね手の忙しさとか力加減は全然違います。まあ、これだったらまあ24時間マラソンでもできるぐらいな感じなんですけども、そしてE もありますね、 D もありますね。でまず A に行きますと、先ほどからやってる6、7ス楽勝ですよね。さらに6、7ス行ってルートのオクターブまで行けますから、ここまでいけますね。あるいはさっきこうやって下がりましたけど、それが簡単にいけますね。例えばコードのままだと方法もありますけど簡単ですよね。そしてもっとすごい利点は、例えばこれでやるときでしたら G のチョーキングはなかなか難しいんですけど、ちょっとニュアンスを加える、あとブルーノートですね、 C の音本来ならメジャーで、でブルーノート中間をこういった具合にですね、ローコードを使うといろんな景観を混ぜて使えるという見本ですね。